毎度皆さんこんばんは、秋葉原の秋色です。今日はね、さっきまでちょこっと飲んどったんやけど、もう一軒行こうかなと思って、今あのこれね、大阪の心斎橋を徘徊中ということで、今ねうろうろしてんやけど、こんなとこどう？初めて。でもほんまにいろんな出会いがね、いろんな出会いが。あるよね。めっちゃ上手。じゃあお願いします。なかなか良さそうな店に来たやろ。ちなみにね、メニューがこんな感じ。今日も元気いっぱい米ドラフの店長林です。ハムとアヒージョが美味しいお店なので、また、なんか来てくださいね。心斎橋にあります。ということで乾杯。ビールうまいかな、最高。これがねオリーブやって、オリーブ食べるの初めてや。いただきます。うん、次行こうとしてください。真ん中に種入ってるな。あの、なんていうの、オリーブってなんかラッキョみたいな感じかな思ったら、じゃなくってどうだかな、ちょっとお口直しみたいなほろ苦いような感じの、硬いブドウみたいな感じ、あのほんまにお口直し的にいいわ。と、うん、いうことでビール。うまい。これはね、ツナサラダ。ツナサラダにこのパンっていうの、パンやな。あの庶民的にはパンでしか分からへん。なんか違う言い方言われても分からへんけど、なぜこういうところにクラッカーっていうかな、あのツナサラダを乗せていただきます。たまりません。何よ、焼いたパンカリカリやねんけど、その上にツナの何て言うかな、甘み、ツナとマヨネーズの甘みが混じったやつが、あの上に乗っててうまい。あのクラッカーのツナ味っていうのね。これでビール、うまい。ほんでさ、この店イベリコ豚の生ハムがあるんやで。したかね、またイベリコ豚の生ハムね、これこれ。そいつがまたビールに合うんですよ。イビリコムテの生ハム、あのいただきます。あ、生ハムってさ、普段あんまりそんなあのお目にすることないというか、あんまり食べることないやんか。あのね、食感はちょっとそのなんていうかな、生臭いような、そのなんていうの、スルメみたいな感じやねん、感じやねんけども、ちゃんとしたハムを食うてるっていう豚の匂いがするっていう感じだから、ちょっと高級チックな、そのなんていうの、お刺身じゃないんやけど、ちょっと硬いお刺身っていう感じね。これはこれでうまい。おい、いらっしゃいませ。ビール、はい、ということで、ビール、はい、ありがとうございます。
イカ食べうまい。これがね、ホタルイカのアヒージョ。これがアヒージョで、こういうバケット、パンやなに乗せて食べるらしいわ。こういう感じでね、これがホタルイカのアヒージョ。アヒージョーって何を言うてんやろ。いただきます。この何ていうの、あのオイルフライ、めちゃめちゃ脂っこいんやんか。アヒージョってそうやんか、油で煮込んでねえからな。でそれにこのあのパンな、何やったの、バケット、そうバケット、あのパンやね、パンの歯ごたえがしっかりしてるから、あのしっかりした歯ごたえに脂っこいイカがあの絡み合って、これはこれであの美味しいよ。そういうことで、ビールうまい。ということで、今日はね、飲んでんねんけれども、たまたまね、横にいてはったお客さんと喋る音、あの機会ができて、あのこういう方でーす。乾杯。やっ、乾杯。ジュンでーす。姫でーす。美味しいでーす。野菜のピクルス食べました。めっちゃ美味しいです。ほんでね、姫ちゃんがさ、ちょっと自己アピールするみたいよ。お酒大好きな28歳の姫です。彼氏募集中です。みんなお願いします。これがね、バジルパンらしいね。バジルを練り込んでるらしいわ。これがね、熱いんやけど、バジルパンほかほかで熱いわな。これこんなん、これにねこのツナをこう乗せて、これをそのままいただくね。ほかほかのもちもちのパンにこのマヨネーズにあえたツナ、最高やね。ほんであのおしゃれに白ワイン、ということでいただきます。うん、なんとも言えんね、あのおしゃれや。ということで、このお店のね、生ビールで魔王っていうのがあんねんて。スペインビールらしいわ。それがね、これうまそうやな、これちゃんと。ね、これ入れてくれてる人が店長やから。店長です。うまそうなビール、ありがとうございます。これが魔王っていうビールらしいで。これということで、あの今言った魔王ね、魔王っていうあのスペインのビールらしいよ。いただきます。ヒゲ生えてるみたいな。うん、そうやね、日本のビールと変わりないんだろ。まあそれまでの話じゃねえけど、ちょっとほろ苦いな。で、コクが深いわ。これはこれで、あ、うまいなっていう感じだ、うん。これがね、スペイン風オムレツでカットしてくれるらしいわ。ということで、スペイン風オムレツいただきます。ガロスカおかりです。これがね、オムレツらしいよ。オムレツ、あのスペインのオムレツなのかな、よくわからんけど。いただきます。あ、オムレツの中にじゃがいもがたっぷりっていう感じで、あのじゃがいもの甘みが美味しいということで、ビールないぞ。あ、ビール来た来た、ビール来ました。いただきます。うまい。これがね、ピザです。この好きなだけ言うのが俺めっちゃ好きなの。これはね、チョリソーのピザ、うまそうでしょ。いただきます。パサンダンスはなんて言うの、うん、チョリソーってちょっと固めのソーセージなのかな。それの風味が噛んだ瞬間にふわーってくるわ。んでちょっともちもちまではいけへんねんけど、あのパン生地のピザ、あのピザね、あのパン生地のなんやピザね、ちょっと回ってへん。
香ばしいチーズの香りが来て、これはうまいね。これでさっきの、スペインビールやったかな、これね、魔王やったかな、あの、まあ、よう分からんけど、いただきます。うまいじゃないの。ということで、あのお酒とハムとアヒージョのお店の、アホさんやったかなにお邪魔して、だいぶ飲んで酔っ払ってますということで、いつも長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。今日はね、この店でいっぱい楽しませていただきました。